きますか。はいはい、はい、じゃあこんにちは。こんにちは。はい、ゲストにですね、秋山きみプロと渡辺ひやきプロに来ていただいております。イエイイエイ。さあ、今日は何しましょうか。何しましょう。何しますか。決めたんですよね。はい、はい、私たちね、はい、控室で決めました。2人で、はい、ちょっと企画を決めていただきまして、サイコロコロコロボーリング。サイコロコロコロボーリング。すごい、かわいい。かわいい。サイコロコロコロボーリング。はい、よし、はい、決まってました。すごい。はい、これはですね、渡辺プロの、はい、スマホ、スマホの携帯、なんか携帯にサイコロのアプリがあるんですよ。はい、それでサイコロを振っていただいて、出た数を倒す。そうです。はい、そのサイコロで出た数を倒すと、で先に2回達成した方が勝ち。はい、ということにしたいなと思います。はい、はい、なんか罰ゲームとかあるんですか。あ、決めてなかったですね。いや、でも罰ゲームした方が絶対面白いよ。いやいや、大丈夫だよ。罰ゲームした方が絶対、それはいい。あ、いいよ。大丈夫です、僕決めときます。ありがとうございます。はい、じゃあ、早速行ってみましょう。はい、行ってみよう。よー。じゃあ、早速行きますか。はい、じゃあ、早速行きましょう。はい、どっちから行きますね。じゃんけんしよう。じゃんけんしよう。最初はグー、じゃんけんぽい。よし、じゃあ私から行きます。これ、ちなみに9まであるんでしたっけ。0でしたっけ。0まであります。ゼロが出たらストライクですよね。そうです。ゼロは10っていう意味でストライクです。10本倒す。はい、じゃあ、はい、はい、これね、で、あ、振りました。はい、振りますね。運要素ありますから、ね、そうなんですよね。はい、そう、1とか2とかやばいね。うん、倒せないと思う。うん、1はいけるかな。いきます。2はいけなそう。運要素あります。3、来い。5。おー、渋いな。渋いね。いや、これ、いや、どう、いける。いや、やってみる。いける。え、さっき、あ、あれで5か。いや、いや、あ、分かった。え、何が分かった。右倒すわ。ケアキプロの始球式を思い出してください。左倒す。左倒すって。大丈夫や、とりあえずやってみます。ちょっといい。ご飯、え、こっちのお店でいいのか。いいか、いいですかね。いいですかね。はい、じゃあ行きますね。どういう作戦だったのかちょっと最後まで分かんなかった。1、2、3、4、5、 OK。 行きます。ほい。はい、結構難しいよ。はい、はい、8本。これは結構難しい。失敗。本当はこっちにボール野球に入れたの。だいぶダメだった。いかなかった。はい、次決勝。失敗ですので、私、まあこれね、運要素もある。私、運に関しては負けない。7番ピーの方向を狙っていって、なんか7番ピーを取るようなイメージで端でこうポンって感じ、端でポンって、ちょっと後ろのピンがすごい喋ってるけど7番ピー狙うわ。7番ピーの方狙う。はい、行ってこい。君さん早くね。飛行機明日早いから。早いからね。今もう23時だからね。よし。お、うまい。これね、思った。あのね、結構難しいよ。思
もね、私ね、掴めてないから多分ストライク取ろうとして多分6本になる。ああ、そういうことだね。そう、なんか6本になると思う。いや、いいよいいよ、パーパーまだいいよ、もう一回より投げたい。あ、分かった分かった分かった。でもね、本当にね、いや、年に掴めてないから分かんないんだよな。どっち行く集めに行こうかな。集めね、集めに行って、うんうん、とりあえず投げる投げて行ってきます。いってらっしゃい。ゲットは狙わない。行きます。この丸え、あ、どうだ。ダイスの神様は私に微笑んでるわ。何言ってるの？私出すわ。やっちゃっていいよ。じゃあ明日。明日早いからね。早いからここで企画を終わらせてあげる。行きます。よし。ゼロということで渡辺プロの完勝です。やったねー。イエーイ。じゃあ秋山プロにはちょっと2つの選択肢を与えようかな。はい、はい、1個はモノマネ。いやだ、はい、いやだ、はい、いやですね。いやだとか言っちゃった。じゃあもう1個は、はい、視聴者プレゼント。あー、それがいいな。えっやったのにみたいな。罰ゲームじゃないじゃんそれ。罰ゲームじゃないじゃん。お客さんのためにね。いや、なんも綺麗にまとめようとする。ちょっと綺麗ごとして。分かった。じゃあ、ジャンケンしてください。はい。渡辺プロが勝ったら、はい、モノマネ。あ、アゲアンプロが勝ったら視聴者プレゼント。なんか納得させられようとしてるけど、なんか最初の趣旨と違うと私は思います。でもさ、モノマネ私何もないですよ。大丈夫。なんか何でもいいんだよ、君さん。逆にモノマネ。今作ればいいです。何でもいいんだよ。よっしゃ。よし。はい。じゃあなんかいいのかな、私乗せられてる気がする。出た。違くないの。はい、行きましょう。最初はグッジャンケンポイ。何がいいかな。何しますか。じゃあミッキーマウスの番で。じゃあドラえもんのものまね。オッケードラえもんの。あ、初期ですか。初期ですか。初期しか聞いてこない。じゃあ私セリフモンチャー指定していい。いいよ。ポップドラえもんからのあの、後ろ向いてタケコプターっていう。ポップドラえもん、そして打ち込んで手が怖くない。そう、そう。じゃあお願いします。はい、お願いします。ドラえもんの声は想像できない。キミさんのドラえもんのモノマネまで3、2、1、どうぞ。僕ドラえもんメカディクタ。なんて言われてこれダメ。次回も絶対見てください。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバーイ。バイバーイ。
できてしまいましたね。やばくない？待って、もっと行こうか。小顔。小顔下がれば小顔。大顔。やばい私。違うんだよ、キミさんね。あなたはね、配置を間違ってる。この動画っていうものはね、中央付近がね、細く見えてる。やったやられた。今回は、そう、このポジションで行こう。え、そう、あ、本当だ。あなた知らないから。やだ、ありがとう、私真ん中で教えてしまったわ。はい、これで行きます。さらに遠近法まで使われてる。